昭和33年台風第11号は、1958年7月に静岡県に上陸した台風である。進路図1958年7月14日にカロリン諸島付近で発生した台風11号は、北上して23日に静岡県お前崎付近に上陸し、関東地方を通過。24日にカムチャッカ半島付近で温帯低気圧に変わった。 台風の影響で東京湾では高潮が発生したほか、満潮時の中川が決壊するなどし江東区や江戸川区など東京の下町地域で浸水被害が発生関東地方から北日本にかけて被害が相次いだ東京都の亀戸エリアでは東京湾の高潮の高さが2.89メートルに達した山形県でも山岳地帯で豪雨となり 県内各地で河川は氾濫して、死者1人、負傷者2人、全開家屋6個、半壊41個、床上浸水1205個という被害が発生した。また北海道でも多数の死傷者が出た。22日夜、神奈川県逗子市では、台風による強風と高波により、海の家全県が全半壊した。また、台風通過後も、停滞前線の影響で各地で豪雨となり、 岐阜県の日田川流域では濁流による被害が発生した。石川県でも連日大雨となり、特に七尾市では家屋の倒壊や橋の流出などで被害が深刻となった。長野県では安佐川が氾濫し、上高地へ続く道路は山崩れで不通となった。このため、島々駅では立ち往生となった登山者で溢れた。また、 上高地や乗り倉だけで2000人以上が閉じ込められたという。この台風による全国の被害は、死者26人、行方不明者14人、負傷者64人、重火損壊1089棟重火浸水46,243棟などとなり、被害総額は43億円にも上った。なお、1958年の関東地方はこの台風の他にも、 台風21号や仮の川台風などに襲われている。ありがとうございます。